今回紹介するのは、米中もし戦はばという本です。日本の平和を本気で考えるならぜひ読んでおきたい。米中もし戦はばというタイトルから、アメリカと中国が戦ったらどっちが勝つかといったシミュレーションものだと思うかもしれないが、そうではない。アメリカの立場からどうしたら中国との衝突が避けられるかを真面目に分析した地政学安全保障の本である。内容は深刻だが、書き方が堅苦しくないし、一つのテーマについて最初にクイズを出して簡潔に提示するようなやり方なので、硬いテーマの割に読みやすく感じた。内容は深刻である。中国の日米の軍事的な優位はかなり詰められていて、中国が領土拡大に確実に駒を進めており、それは今後も続く。また、なぜ米中衝突の可能性があるかも冷静かつ論理的に書かれていて、煽っていない分読み進むごとに静かな恐怖を感じた。中国との戦争なんてありえない。核戦争なんてありえない。北朝鮮が日本に核兵器を使うわけがないと楽観的な人は、本書を読んでもう一度考えてみてほしい。それらの可能性はゼロではなく、確実にあることがわかるはずだ。私の印象では十分にあり得るという感じがした。テレビでもほとんど扱われないし、新聞などにちゃんと書かれていないことばかりだが、軍事的な知識や地政学について知識がない人でもなんとか読めるように書かれているので、例えば池上彰さんのテレビ番組やネットのニュース解説番組、虎ノ門ニュース、ラジオのボイスそこまで言うかなどで、コメンテーターの安全保障や地政学などの話に関心を持った人が知識を深めるのにも向いていると思う。日本の政治家たちがここに書かれている常識が身につけたら、国会審議も今みたいなくだらないもので終始せずに済むだろう。特に巻末で解説が加えれている自衛隊の現状を知ると、楽観的な人は戦慄すら覚えるかもしれない。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。